はい、えー、皆さんこんばんは、えー。あなたの一歩ラジオ。これが私のターニングポイントの時間です。さあ、えっ、ー、と、皆さんですね、時刻は日曜日の熟時もありました。えー、主制クラブ、広の沖縄会場公認。あなたの一歩ラジオ。これが私の一歩。 これが私のターニングポイントの時間です。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお迎えし、現在成功している方でも、必ずね、様々な困難があり、ターニングポイントがあります。過去、現在、そして今後どうしていきたいか、未来ですね、を、えっと、お聞きして、リスナー、あなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお伝えさせていただいております。MC は今日も、株主会社一歩前の伊達ちゃんです。さあ、そしてですね、この番組は、各社様、ありがたいことにですね、今もう、 なんだ、13社ぐらいの、えっと、方のご協賛により、えー、お届けさせていただいております、えー。土地の支援をお聞きください。そしてなおですね、まだ協賛も受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いします。個人さんでもね、会社さんでも全然構いません。そしてこの番組は沖縄県、えっ、ー、と、儀能湾市、儀能湾ヒルズ通り FM ノワ湾よりですね、20時までお届けさせていただきます。えー、皆さんも最後までお付き合いください。 えー、そして、FM 機能の YouTube チャンネル、そして、だてちゃんの YouTube チャンネル、もう立ち上がりますよ。もうですね、えっ、ー、と、オープンされますので、ぜひですね、サインマル放送からも聞いていただくことができますから、ぜひ皆さん、お好きな方法でお聞きください。さて、本日のゲストさんは、なんですけど、今日はね、ゲストさんいません。 えっと、今ですね、初めまして、えっ、ー、と、ちょうど2ヶ月が経ってですね、今、えっ、ー、と、ゲストさんからゲストさん、笑っていいとも方式で、あの、お届けさせていただいてるんですけども、今日はですね、ちょっと久しぶりに伊達ちゃん MC のね、コーナーだとかっていうことでお話をさせていただければなと思っております。さあ、えー、皆さんいかがでしょうかあのね、特にね、花ちゃんはね、よくお聞きしていただいてるんですけども、毎回ね、コメントもいただきまして、本当にありがとうございます。嬉しいね、本当に。 ねえ、花ちゃんがね、誰かもわかっていると。っていうふうな状態の中で、えー、こういうふうにこうコメントをいただける。ね、知ってる方からコメントいただく。知らない方もコメントいただく。本当にね、嬉しい限りでございます。そしてですね、えっ、ー、と、今日に関しては、まあ、伊達ちゃん一人で、まあ、2ヶ月経ったんですけど、あのー、まあ、ちょっとね、今までのところの、まあ、振り返りであったりとか、まあ、今、ラジオを始めて、まあ、2ヶ月。 なんですけど、まあ、これがね、えっと、どういうふうな影響を与えてるのかであったりとか、そんなこともね、合わせてお伝えさせていただければなと思っております。さあ、ラジオなんですけども、まあ、実はですね、このラジオ、もし、もしですよ、皆さんが、うん、何かこんな機会があったりとかされるなら、まあ、これはビジネスをやっていらっしゃろうがいらっしゃらなくてももちろんいいんですけど、僕はね、ラジオをね、始められた方がいいと思います。えー、なんでかというと、 まあ正直言いますよ。最初は打算的でラジオ始めてるんですよ。なんでかっていうと、沖縄県で僕はあの、まあ2年前に来ましたけど、やっぱりね、縁もゆかりもないんですよ、本当に。ただ好きなだけで来て、ね、この気候がいいなと思って来たりとかって実際しましたけど、まあオンラインでお仕事を実際ね、いただければと思ったので、まあ別にどこに住んだっていいやと、ということで沖縄に実際2年前に来たんですけども、やっぱりね、 え人脈を広げていくにはどうしようかなって言ったら、やっぱり、まあお仕事のつながりとか、昔から知っているとか、そういうふうなことをね、あの、つながっていかないといけないなと、こう思って、まあぶっちゃけいきなり営業させてくださいったりさ、仕事するのって、ちょっとハードル高いでしょ。ハードル高いのでどうしようかなと思いまして、ある方からラジオをね、お勧めいただいたんです。ラジオいいよ、と、っていうふうに言っていただいたら、 言っててあれで何がいいかって言ったら、その方と、まあいろいろね、お話をね、お聞きできるじゃないですか、その方の。だからお話をお聞きするので、その方と、まあ営業させてくださいっていうことよりも、まあなんかちょっとね、親身になっていくじゃないですか、親密に。で、なっていきますし、な、なっていくので、まあラジオいいよと、って言われたんですよ。まあなので、じゃあ一旦ラジオ始めようかな、みたいな、こんな感じでね、えー、っと、ラジオ始めようと思ったんですけど、まあいざ始めるとですよ、あのー、 なんでラジオを始めるのかと、っていうことで、まあ、言われたわけです。なんでラジオを始めるんですかと。って言ったら、いやー、ちょっとね、営業の一環としようと思いまして、なんつって、これちょっとダサいじゃないですか。ダサいので、なんて言うかなーって考えたら、いや、でもどうなってほしいかなーと、って考えると、リスナーの皆さん、まあ僕ね、一歩前っていう社名で、一歩、 ね、踏み出すみたいな感じでね、2社目が実は踏み出すなんですけど、まあ、えっ、ー、と、有会社で会社をね、今やってるんですけど、まあ自分自身が今まで一歩一歩行ってるわけです。うん、例えば、うんと、音楽弾けないのに、まあウクレレを毎日10分間やって、音楽祭を主催しました。まあ30人か40人にお越しいただいてね、あの、楽しい音楽祭できたんです。で、そして、えっ、ー、と、泳げないかったんです。もう息継ぎができないんですよ。まあ普通にこうやって息継ぎするんだこうやってね、 パッてやったら、こう、海面からこうやって、パッて出るので、できるんですけど、あの、もう、こんな感じでした、ね。みたいな。もう、怖いから、こう、こう、こんな感じのね、海面からどんどん乗り上げてやっていくような、まあ、息もめちゃくちゃ吸うし、あのー、ね、やっぱりできなかったんですけど、けどまあ、練習して、一応ね、あの、3キロは泳ぐことが実際できるかな、と、トライアスロンで、1.5キロ2周、1回ね、3キロワンウェイがあったので、あのー、 3キロは泳げるんだなと、ウェットスーツ着てですけど、っていうふうなのがあったんで、まあ泳げると。で、そして、えっ、ー、と、偏差値38ですけど、出版でも勉強会に行って落ちこぼれだったですけど、まあやっとね、2年前にあの出版させていただくことができました。で、えっ、ー、と、初日からはね、バッと売れてですね、もうありがたいことに、本当そういうふうなことでした。で、そして、あとは、えっ、ー、と、英語が高校3年生の時0点なのに、まあインドのテッド、 に出てね、登壇させてもらって、まあ結果その、うん、と大工事で延期になったので、まあ実際開催されなかったところあるんです。まあ延期になったと。っていうことなんですけど、けどまあね、あの、テントに実際出る権利をね、えー、実際得た,得たと。それはもうあの、審査云々も実際一応通って、なので、もう良かったな。まあっていうふうに、まあできないことをできる。一個ずつやっていって、こう、これ、何、叶えてきてる感じなんですけども、 けど、まあ一歩ずつこう自分自身が動いて行動するっていうのは、うん、まあ僕はもう結構、なんだかんだって結構やってきてるなと。いやもちろんですよ。あの、例えば今度、ペルに行かないって言われたら、いや行きたいまあでもお金が、とか、いやでも時間が、こういう問題はあります。ね。ただ、なんですけど、なんかあれしたいなって言ったら、あ、もうできるなって感じなんですよ。例えば英語が、 うんと、今喋れるかって言ったら、そんな喋れないです。そんなに喋れないですっていうか、まああんまり喋れないです。ですけど、まあジェスチャーとか単語とかをな、なんか聞けるかなと。ニュース番組でも実際話を聞いてて、まあテロップが実際出てから耳入りますけど、テロップって字がね、日本語が出たりとかしてから入りますけど、まあでもなんとなく聞けるようにやっぱりなっていったりするわけです。で、と、なので、まあ、今度テッドに出ませんかって言ったら、いやもちろん、 頑張りますよ。ですけど、チャレンジっていう感じじゃないんですよね。一歩チャレンジっていうことよりも、うーん、まあ忘れたものを取りに行くって、そんな感じになってきてるんです。だから、あの、挑戦っていうことじゃないんですね。でもそれはいろんな挑戦っていうことを繰り返して、まあ経験して、失敗して、やってきてるから、うーん、もうなんか新しいこと。もう突拍子もない新しいこと。 じゃないと、挑戦にこうならないなと、って思ってるんです。で、しかも、僕一人が何かをやるっていうことは、ちょっともうね、挑戦じゃないな、できるなってもう、もう思ってるんで。あ、uh, あ trust yourself. えー、自分自身を信じろ、みたいなね。えー、trust yourself なんですけど、まあ、believe in yourself でもいい、in myself かなでもいいんですけど、trust,、まあ、信頼する、yourself. え自分のこと丁寧、ね、あの、あなたのこと、まあ、信頼せよっていうようなことをちょっと今意識してやってるんですけど、まあ実際できるなとって思っています。ただ、えっ、ー、と、何かみんなを巻き込んでとか、環境のこととか、そんなことを実際考えていったりすると、ここはちょっともしかすると挑戦かなって思ったりしますけど、けどまあね、あのー、これだけいろいろ挑戦していったりすると、まあ、できることないなって本当に思います。会えない人もいない。 と思うし、あの、会える人は全員会えると思ってますしね。大谷翔平君だって会えると思ってますし、会おうと思うか思わないかだけの話だと思うんで、まあなんですよ。で、えっと、さあそういう風な気持ちになったのはなんでかというと、やっぱり一歩ずつ一歩ずつ挑戦していったりできないわって思っても、10分ずつやっていくことによって、何かしらできるようになっていくわけです。 だから、そうなると、なんだろうな。何でもできるような感じになるわけです。で、そんな感じに実際になるので、うん。皆さんも、こうなってもらいたいなというか、なんかこんななんか、あれができない、これができないじゃなくて、いや、俺でもできるかなとか、そういうふうに思ってもらいたいなっていうのをすごく思ってるんです。えっ、ー、と、で、そういうふうにこう考えて、 まあ今ね、こういうふうに言いましたけど、ラジオなんでやってるのっていうふうに言うと、やっぱりこの皆さんお聞きいただいているリスナーの方、一人かもしれませんし、千人かもしれませんし、一万人かもしれませんし、その方々っていうのが、言う方が、なんかこの話を聞いて、元気になったらちょっと一歩踏み出してみようとか、え、いろいろね、今まで8人の経営者の方にご参加ね、いただい、ご出演いただきましたけど、まあいろいろ皆さん、やっぱりいろんな右右右を曲折があったり、 ね、体を壊されてがんになられることもあったりとか、うんともう実際、ね、突然お父さんがお亡くなりになって、事業を継がなきゃいけないっていうことがあったりとか、なんかいろんなこう突拍子もないことがあったりね、そんなことで、えー、皆さん、会社を実際やってらっしゃったりとか、いろんな苦難を乗り越えてやってらっしゃるなと、そんなことを実際こうお聞きすると、あのーまあ、リスナーの皆さんね、方もちょっと、いや、あの会社さんってすごいでかいけど、 もともとそのあの社長ってそんなに何でもできたわけじゃないんだなと、まあこういうふうに思っていただきたいなと思うんです。で、それから皆さんのこう一歩踏み出すきっかけになったらいいなと思って今こうやってます。だから、 えっと、僕のその、受講生のね、あの、N さんって、松山で、愛媛県松山市で、あの、生体をやってらっしゃる N さんっていう方いらっしゃるんですけど、あの、ラジオのね、番組始められたんですって。いや、これは僕が始めたからっていうことじゃないですけど、と思いますけど、あの、まあ、もし例えば、もしかすると、僕がこうやってラジオ始めてるっていうことで、それが、えっと、何かしらのね、ちょっと背中をすきかけになったら嬉しいなと思ってますし、彼はね、ちょっとあの、受け口なんですよ、こうやって。 で、受け口なんですけども、あの、それはちょっとコンプレックスだと。コンプレックスだったんだけど、まあ、それを、まあ、コンプレックス持ってる僕も、こうやってね、苦手なラジオのところをすることによって、えー、なんか皆さんの励みになれば、みたいな。嬉しいなと思って、ラジオを始めることにしました。って言ってました。すごいなぁと思って。でね、別にその、今ラジオの、まあ、お金はかかりますよ。お金かかりますけど、そんなにね、あの、 かかんないです。10万とかもちろん5万もかかんない。です。あのもちろん有名な、超有名なラジオになったらね、かかるかもしれませんけど、あの、例えば1回飲みに行く、まあ、もしくは2回飲みに行くぐらいの金額で十分に、あの、できます。で、それで、あの、いろんな方のお話をお聞きしたりとかすると、やっぱこのね、リスニングとかヒアリングっていう能力もやっぱり上がりますし、まあ、いろんな経験をね、まあ、僕の場合は、 あなたのターニングポイントっていうことで、えっ、ー、と、インタビューをさせていただくっていうのはしていただく、インタビューをさせてもらって、皆さんからお聞きするっていうことですけど、なんかそういうふうなことができたらね、すごいいいんじゃないかなっていうふうにこう思うわけなんですよ。なので、まあ、今ね、こう、リスナーの方、今日は2ヶ月を置いてちょっと聞いてもらいたいなと思って、そんな話をさせてもらってるんですけども、あの、独立するとか、副業するとか、そんなことじゃなくて、まあ、このラジオ、ね、だとかっていうふうなことも、 できたら、ちょっと皆さんの一歩に進むんじゃないかなと思います。で、よく言われるんですけど、よく伊達さん、今日も今ね、今15分ぐらいお話してますけど、一人でお話できますね、と。これはなかなか難しいと。話はおっしゃっていただけることが多いので、それはですね、あのー、まあ、もしよければ、最初は誰かとの対談とか、あのー、普通の、まあ、飲みながらでもいいかもしれませんし、まあ、そんなね、 え、自己満でもいいと思いますので、まあそんなところから始められてもいいんじゃないかなっていうふうにこうやって思っております。えー、まず前半はですね、あの、あれです。まあ今なんでラジオを始めたのかっていうことと、はじ、ラジオもおすすめですよと,ということをお伝えさせていただきました。えー、まあ中盤ね、まあ私の、えー、せっかくなんで音楽もね、ちょっと 一度は初めに平井台をね、かけましたけども、けどまあ、あの、そんなね、音楽のことも合わせながら、ちょっと話をさせていただく、今日は伊達ちゃんのコーナーになっておりますので、まあ、前半、こちらの方で終わりと思います。でしたらですね、えっと、皆さん、CM 挟んで、また中盤に行こうと思います。では、バイバーイ。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは、深層筋の強いこりが原因かもしれません。北京道、首里移住治療院には、 筋へ安全に針をすする技術があります本気で直したいとお考えの方北京道へぜひご相談くださいメメ痛いけど超キックファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索 働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがに当たるなら、それぞ アクティングコーポレートソング「スポットライト」by ローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウクワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは「泣き人眠り草本舗」で検索 はい、えー。皆さん、改めまして、じゃあ、中盤に入っていこうと思います。えー、天虫は株式会社一歩前の伊達ちゃんでございます。さあ、今日もよろしくお願いします。さあですね、まあ、前半はね、ラジオやった方がいいですよ、みたいな、そんな話をさせていただきました。なんですけど、中盤、まあ、どんな話をしたい、しようかなと、こう思ってるんですけども、うんと、伊、ま、達、あ、さんって仕事何やってるんですかと、話を実際言われます。えー、いっぱいあります。 うん、違うな。えー、どんなことが、ま、有名なのかっていうと、まあ、例えばね、ここに TikTok もね、これ、これ、ここかな。TikTok も実際載ってますし、TikTok でしょ動物占いやってます。動物占いだてって検索するとめっちゃ出てきます。えー、っと、YouTube がね、出てきます。で、あとは、企業さんの研修やってます。ね、あの、本出したりとかって、テントやったりとかっていうふうに。 ですけど、あの、本出したりテッドでしょあとトライアスロンやってたりとかしてるでしょあとは、まあ、ウクレレ弾いて、まあ、三振は、買っただけ買ったんですけど、全然弾いてないので、ね、ちょっと落ち着いたら弾こうかなと思ってますけど、三振まあまあ、三振やってないけど、まあ、そんな、じゃないですか。で、いろいろ実際やってて、じゃ本業なんですかと言われるんですけど、本業は人材育成のコンサルです。もう、ここ、ブレてないですね。人材育成です。 で、そもそも、んと、僕は、グッドエルっていう会社で、えっ、ー、と、12年ね、あのー、ブラック企業でしたけど、ベンチャー企業で12年働いて、まあ、曲折がいろいろこうありまして、そして2010年に独立して、株式会社一歩前っていう会社を立ち上げました。で、そして、えっ、ー、と、携帯電話の販売をしたので、携帯電話で、あの、販売させていただいたんです。で、その後ね、まあ、ちょっと、あの、独立して2年間はしたんですけども、その後、えっ、ー、と、 ま、営業の売り方を教えてくれと。まあ、携帯ショップもね。で、できますよと。で、あの、そして、いや、えー、ほなんかあるじゃないですか、聞くじゃないですか。なんか他に困ってることありませんかみたいな。で、お聞きすると、ただ、営業力の前にコミュニケーション力がないと。なるほどと。じゃあ、コミュニケーションを広げましょうと。って言って、コミュニケーションを学んでたのと、学びに行きながら、えっ、ー、と、コミュニケーションの研修をさせてもらったとで。その一環として、動物占い。 なんですよ。動物占いっていうのは、あのー、まあ、占い占いって言って、動物占いでしょみたいな感じで思ってたんですけど、ま、いろいろあります。ウェルスダイナミクスとか、エニアグラムとか、まあ、引用語行とか、まあ、えっと、タロット占いとか、マヤ歴とか、いろいろあるじゃないですか。いろいろあるんですけども、あのー、ウェルスダイナミクスとかは8種類。で、えっと、エニアグラム9種類。えー、マヤ歴に関しては、 あの、ちょっとマヤなんで遠いですよね。日本から遠かったりするのと、あの、するので、ちょっと馴染みが難しいと。で、えっと、青い選手とか言っていう、ちょっと言葉が馴染みにくいみたいな感じも実際あるのかもしれません。もしかするとね。で、陰陽5秒。いっぱいあってわかんないとか。視聴水名。うんと、動画見ても難しいとか。ってあって、動物占いっていうのは、まあ、簡単に3種類からね、実際分かれたりするし、またね、この絵が上手なんですよ。動物占いの。 で、やっぱその想像しやすかったり、イメージ心理学を実際使ってやる動物占いを学んで、これは分かりやすいなと思って。で、分かりやすいなと思って動物占いを実際やったんですよ。ただ、えっと、YouTube も見ていただいて、面白い面白いみたいなって言っていただいたんです。で、YouTube で動物占いを毎日上げていったりすると、えっと、とチャンネル登録1000人超えました。で、再生時間が4000時間を超えました。ってなると、収益化になるんです。 だったら、収益化になったら、うんーとー、資格取ってないの収益化ってこれまずいなと思って資格を取りに行った。そんな感じなんですよ。で、動物らないを学んだら、辻褄が合わないんです。辻褄が合わないんです。で、辻褄を合わせるために、これどっから来てんのかなって言ったら、市中水面。これ何から繋がってんのとか、引用五行。木か土言水とか、聞いたことあります木。木。木。木ですね。木。 土、金、水。これが全部ね。えっ、ー、と、世の中はこれでできてますよ、と。っていうことなんですけども、その木下土言水って学ぶ。これ何ですかって言ったら、情報算命学とか、帝王学とか、そんなことにつながって、今そちらの方も学んでいったりしてるわけです。だから、いろんな発信することが実はきくなっていってるんですよ。だから、何やかわかんないって言われますけど、これはコミュニケーションの一環のためだけです。わかります で、もちろん、あの、今、自己重要感とか、自己肯定感とかね、そんなんが下がる、上がるとかあったりするじゃないですか。だから、自分がどんな特性を持ってるのかっていうのを知ると、うんと、他人と比べて凹んだりとかしない。そんなことが実際あったりするので、うん、まあ、宿命鑑定をさせてもらったり、あなたが持って生まれた強みとか、宿命鑑定したりとか、今もちょっと調べてましたけど、えっ、ー、と、動物占い、面白そうみたいな、っていうことを言っていただいているので、動物占いのセミナーをしたりとか、 まあそんな感じなんですよ。で、で、そうなると、えー、コミュニケーションのことをもっと知りたいです。で、これは企業さんに対してコミュニケーションの研修を実際してるんですけど、いやいや,いや個人さんでもやってくれないんですかって言われたので、じゃあ、個人さんにもやりましょうかって言って、動物占いのセミナーをしたりとか、アカデミーで皆さんにお,つえお伝えしたりとかってしてるわけなんです。ただ、ちょっとね、えっ、ー、と、何屋さんなんですかって話が変わってますけど、あの、そもそも、 何か動物占いを、うんと、野菜になろうと思ってやってるわけじゃなくて、転じて転じてこうなった。転がって転がってね。で、こんな感じになってるっていうことなんです。だから、もともと携帯のショップ専門のコンサルとして、あの、営業研修とかっていうのしてました。じゃあ、次ですよ。次に、うんと、コミュニケーションやったら、いや、その前に出すたねな、まあ、聞くじゃないですか。他なんか困ってることありませんか,とか、とまあ、やる気がないというんですよ、最近の若者がと。あ、確かに確かにと。 最近のアゴのやる気ないじゃんとかって思ったので、じゃあ、えー、っと、7つの習慣って僕学んでるので、7つの習慣の第1から第3、これが自立なんですよ。第4から第6、これが、まあ、コミュニケーションというか人間関係なんですよ。で、それを使いながら、まあ、7つの習慣の、えー、っと、講師の資格を持ってるわけじゃないので、で、しかも、でも、哲学的で難しいでしょ。7つの習慣って本もね、500ページあるんですよ。 で難しいと。なので、それを現代的に分かりやすく、私の解釈の中で、かいつまんでお伝えしているということなんです。それが自立、目標の作り方、主体的に動いたりとか、えっ、ー、と、自分の人生ですから。でそして、自分の人生をどういうふうにしたいのか。ね。ゴールからの逆算だったりとかっていうのを考えたりとかってするわけなんです。です。で、モチベーション。あ、ごめんなさい。あの、モチベーション。で、それには、 100個書き出したりとか、やりたいことの100個の選出あったりしますよね。これも、100個書き出しましょうって言っても、なかなか書けないでしょ。だからみんな心折れるんです。これ説明が下手です。書き方があるんです。なんで書けないんだろうなと思ったので、書き方を勉強しました。で、それを皆さんにお伝えします。だから、スラスラみんな書けます。基本100個は出てきます。どう考えても出てきます。で、 えっと、じゃあそれをですね、目標作ったイエーイみたいな。だいたい研修って、なんとかなんとかの、なんとか俺はこんなのするっていう研修なんですけど、そんなんね、目標するって言っただけじゃ、叶わないんですよ。あの、見てれば叶うって言いますけど、それは違う。見て、意識して、行動するから叶うんですよ。何も行動してなかったら何も叶わない。ので、じゃあどうするのかって言ったら、それをどうやって目標を作ったときに、継続できるからですよ。 これがまた継続がみんな苦手なんですよ。ね僕、苦手でした。苦手だったんですけど、考えてみてください。YouTube500 本する。違うんですよ。これ後から言われます。だってさん、よく YouTube500 本あげれるね、みたいな。バズらないのによくあげれるねって言われて、あげてることがすごいよって言われて、YouTube500 本で、あ、何の継続するロジックがあるのかなって考えてます。あ、じゃあ俺、 こうやって、ああやって、こうやって、こうやって継続してるわと思う。それをしてた、したためたのが本です。こうね、今画面にこっちが載ってる本です。なので、まあ何かというと、まあ結果ね、何かをやってたら、展示で展示で展示でみたいな、そんな感じになるんですよ。で、そして、今、だから僕は、その目標の作り方、これ行動力ですけど、目標の作り方と、そして継続の仕方。 だったら簡潔ですね。これの作り方を教えてます。そして、えーと、人間関係が一番の悩みなので、コミュニケーションとか、動物らないようきっかけとして、あなたがどんな宿命を持って、どんな環境で動いて、っていうことを分かりつつ、そして、バーバル、ノンバーバル、言語、非言語とかね、あるじゃないですか。えーえっと、うなずきとか、声のトーンとか、そんなことも合わせてできたら、コミュニケーションのストレスが 少なくなりますよねと。っていうことをやってます。だから、いろいろやってるようには見えますけど、コミュニケーションとモチベーション。まあ、モチベーションがまず自分が何をしたいのか、どんな人になりたいのか、これがあって、そして、どんな行動をするのか、そういうような感じになっていってるわけなんですね。なので、あのー、はい。人材育成のコンサルです。 でただ、人材規制のコンサルって言うんですけど、まあ今、変化しようとしてます、えー。50歳になりました。ちょっと今も今日声枯れてますけど、あのー、この前ね、声が出なくなったんですよ。これなんでかって言ったら、喉をやられたんじゃなくて、声帯が、あのー、沖縄あるあるで、ね、えっ、ー、と、なんか、湿気が多かったりとか、熟くしてたりとかして、声帯が潰れたんじゃなくて、なんか、 塞がった。そんな感じなんですよ。で、それを塞ぐのを開通しなきゃいけないっていうことがあって、そんなことしたんですけど、で、まあ、一体治ったと。で、合わせて、ちょっと僕ね、反り腰なんですよ。だから、ぎっくり腰持ちなんですね。だから、今、最近、毎日、腹筋ローラーやってます。で、そんなことから、これも一人でやっちゃダメだなと、と思って、今ですね、あのー、まあ、教会っていう風に、わかりやすく言うと言ってますけど、まあ、一歩教会として、 あの、まあ、コーチング、コンサル、いろんな人いますね。人材育成にまつわる方々、コーチングだとか人との方々に関してっていうのを、えー、っと、集めて、仕事をいただいて、で、うちが、えー、っと、まあ、あの、ここのグループにね、所属していただいて、そして仕事を振っていくみたいな。ま、そんな感じに実際になったらいいなっていうふうにこうやって思って、今、協会として人を集めています。えー、30名までは、 えー、金額をすんごい少なくして登録していただく。えー、という形にして、もしかすると早いもん勝ちって言って、えー、何名かは無料で登録してもらうような感じするかもしれません。で、そんな感じのことをしてですね。で、皆さんで、こう、えー、っと、一つ、まあ、ね、イワシの大群ってよく言ってるんですけど、一人一人は一匹一匹はちっちゃいじゃないですか、イワシみたいに。ただ、皆さんがわーって一緒にこうやって動いたりすると、えー、っと、イワシの大群だったり、すごいでかい魚に見えたりとかしますよね。そういう風な、 えー、戦い方というか、そんなことが実際できたらいいなっていうふうに思ってます。人材育成のコンサルと言ってますけど、ちょっとね、多分形が変わってくるかなと思います。もちろん採用と教育と評価、これも全部受け負います。で、私が採用、プロですかわかるけどプロじゃない。評価、プロですかわかってるけどプロじゃない。じゃあ、そこのプロの人たちに対して、うちの一歩協会は全部できますよ。人材のことに関してはっていうことを、今後今やろうと。 思って動いていってます。だから何屋さんなんですかって言ったらいろんなね、えー、っと、もちろん人材にまつわることに関してはいろんなこと実際やってますけど、まあそれに伴うね、えー、ことが実際、あのー、まあ、ん、やっていくために学んでいくこと、言ってることがいろいろツールとしてあるわけであって、人材に伴う総合コンサルタントっていうふうな形になるんじゃないかなと思ってます。まあ、そんな感じでね、頑張っていこうと思っています。 だから誰々ちゃんってどんな人なのと、っていうのことに関しては今そんな感じになりますね。さあ、そしてですね。まあ私もですね、音楽一曲ね、聞いていただきたいなとかって思うんですけど、えー、僕といえば、開いたいって言われましたけど、実はですね、僕はカラオケであの、オーディエンスがいっぱいいる時にいつも必ず歌う歌があります。それは何か、これ一曲だったらもう完全に声が枯れる歌なんですけど、何ですかというと、 最近僕の大好きな矢沢永吉さんもう大好きで最近では10年以上ね大好きな矢沢永吉さんの「止まらない母」めちゃくちゃ盛り上がるんでいきましょうということで皆さんねあげてあげてねいただければと思いますでは皆さん聞いてください矢沢永吉さん「止まらない母」なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります 本気で直したいとお考えの方北京都へぜひご相談くださいメメ痛いけど超効く。ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索 働いても働いても時間が足りないあなたへ、その悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれません。ハートブリッジ桜井です。私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。スポットライトがに当たるなら、それぞれ アクティングコーポレートソングスポットライト by ローカルコネクト眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは泣き人眠り草本舗で検索さあ皆さん 後半参りましょう。今日もね、一歩、あなたの一歩ラジオ、後半に入ります。さあ、皆さんいかがでしたかえいちゃんですね。矢沢永吉、ライブ行ったことありますかえいちゃん、えいちゃん、えいちゃん、えいちゃん,ちゃんってタオルね、投げるんです。最高に盛り上がります。矢沢永吉さん、何がかっこいいかっていうとですね、あのー、もう今、いくつかしてますか ?74 歳なんですよ。おっさんです。ってか、おじいちゃんです。 なんですけど、あのパワフルさ、ね、本当にかっこいいなと思って、A ちゃん僕は本当大好きなんですけども、まあ、矢沢永吉さんね、えっ、ー、と、今、止まらない母、これをね、いつもね、こうさせていただいて、乗ってくれかも、みたいな、って話をこう、ね、歌ってばーってやるんですけど、まあね、えっ、ー、と、A、えー、ちゃん好きです。じゃあ僕がもともと、A ちゃん好きだったかっていうと、A ちゃんじゃなくて一番好きなのは、尾崎豊なんですよ。 でえっと、尾崎豊、ね、なんで尾崎豊が好きだったかっていうと、まあ、小学校5年生の時にね、えー、ある女の子、えー、女性がですね、まあ、尾崎が好きだと、小学校5年で尾崎好きとか、もうめちゃませてませんで、尾崎好きとって言うから、じゃあじゃあ俺もやろうかなみたいな感じで、あのいや、あの俺も聞こうかなと思って尾崎豊を聞いたらですね、まあ、彼女よりも僕の方が尾崎豊が好きになったと。 え、大崎豊のライブもですね、高校2年の時にも行きました。えー、っと、行きましたね。で、そして、えー、っと、大阪で新幹線に乗って、山口のその、ライブ、コンサートを見に行くために、新幹線の掃除のアルバイトをして、大崎豊の、えー、っと、ライブを見に行きました。で、そして会場ではですね、あの、クッキーっていう歌があるんですね。そのクッキーって歌が始まる前に、 あの、僕がね、尾崎にね、え崎、ー、バレンタインにはクッキーあげるよつってうふうに言ったら、尾崎が、いやー、なんだかそれ、なんか微妙な気がするなー、みたいな感じのことを、コンサートの中で返していただいて、ね、すごいこれがね、すごい嬉しかったんですけども、まあそんな尾崎豊が僕は好きで、で、ただう、えっと、26歳ですね、4月の28日かな ?9 日かな にお亡くなりになられたんですよ。僕はニュージーランドに留学してる時にね、えっ、ー、と、亡くなって19歳の時でしたね。えっ、ー、と、忘れもしません。えー、友達にね、親友に実際山口に、えっ、ー、と、実家に、当時はあの、LINE とかないですから、あの、電話したら、だて、お前、ビビるなよ、っつって言って、尾崎が死んだって言って。まあ、それからちょっと僕、一時にきね、人でしたね、えー。死のうかなと思うことも実際考えたりもしました。尾崎を追ってみたいな。 まあなんですけど、まあ、崎が26までそこまでは生きようみたいな感じでね、26歳まで実際こうやって受けたんで、生きたんですけど、26歳以上もね、生きてますけど、生きたんですけど、26歳って、またこれがね、1973年生まれなんで、26歳って言ったら1999年なんですよ。以前、ノストラドマスの大予言ってあったら知りません僕、本当にね、26六で尾崎と一緒の年で死ぬんだろうなと思ってました。 なんですけど、死なないんですよね。ね、地球が滅亡するとかって滅亡しないんですよね。まあ、そんなことがあってなんですけど、尾崎はね、今でもえ、ほとんどの歌が全部、あの、覚えて歌えます。あのー、覚えてなかったとしても、まあ、音は基本的に声は出るでなりますけど、まあ、全部音階とかはね、覚えてます。で、尾崎歌が大好きです。ただ、尾崎歌がね、盛り上がらないんですよ。 で、やっぱりね、やっぱ盛り上げたいですし、わーって実際やる僕なので、盛り上げていきたいなとこうやって思って、本で A ちゃんをね、えっ、ー、と、聞き、まあ話を歌ったりすると、A ちゃんのちょっと物まねをね、こうやって、こうやって、ワちゅーとかね、でやってったりすると、こうまあ喜んでいただいてるところがあったりとかして、まあそれであの、A ちゃんのね、止まらない母が僕の代名詞になったと。まあそんな感じになって、A ちゃんの止まらない母は大好きで歌っているんですよ。よく聞いてもいます。 で、そして、あの、数年前から平井大ですね。あの、あの、ふわっとした感じがすごい好きだなぁと,と思って、平井大を実際こうやって聞いてます。まあ、あの、好きな音楽とかっていうのは、まあ、その時の気持ちとか感情だとかっていうことを結構表したりとかってすることがあるなぁと思っていて、まあ、尾崎豊の時はね、小学校の時でしたし、あの、まあ、 10代の反逆者、えー、大人への反骨心とかね、そういうふうなことが、あの、の代名詞だったのが、やっぱり大崎豊でしたねで。そして、あの、まあ、亡くなれましたけど、まあ、A ちゃんはね、成り上がって実際行って、まあ、実はあの、キャロルっていうバンドをね、作られてましたけど、その後にいろいろ、ウヨ曲折がいろいろあってね、もともとはヤマトっていうバンドを作ってたみたいですけど、ウヨ曲折あって、仲間からも裏切られたりとか、 え、何十億の借金を背負ったりして、で、実際、もう今返済終わって74歳めっちゃ頑張ってるみたいな感じなんですけど、やっぱなんかね、あの、A ちゃんのことなんか楽しいから好きになったっていうのありますけど、やっぱ生き様がすごい、あの、かっこいいなって思います。で、えっと、平井大も実際ね、なんとなくふわっと、ウクレ,レでも弾きやすいなと思って、平井大やったんですけど、けど、あの、 聞いたんですけど、まあ彼はね、すごい愛に対して歌ってる歌が多いです。あの、なんですかね、まあ奥さんともすごいラブラブですし、ライブ実際見に行ったら、えー、奥さんにじゃあ今からハニーに写真送るねとか言って、ライブハウスをこうね、僕たちがいる、オーディエンスがいるところを後ろにこうやってしてね、えー、奥さんに送ったりとか、もうあの今から飛行機乗って最新の便で帰るからさって今日はこれで終わりなんだけど、とか。 ちょっと待っててねとか言って、LINE 送信とかしてて、すごいなんか愛が溢れる方だなと。えー、日本人離れしたような方で、まあ独自の路線でやっていってらっしゃるなと、って思います。まだ30代じゃないかなと思うんですよね。まあ、A ちゃんにしても、平井大にしても、うん、まあ自分のなんか生き様、やっぱ自分の軸がしっかりあって、まあもちろんま崎もですけど、あの、あるなと。 で、皆さんから見ると僕はね、一歩前とかみんな元気だなとかいろいろありますけど、もちろんいろいろ浮遊曲折あります。あのー、凹んでることもあれば、いいこともあれば、富を手にしたこともあれば、富を損したこともありますし、愛されたこともあれば、愛されなくて裏切られたこともありますし、妬まれることもいっぱいありますし、まあそんなことも実際ある中で、あのー、まあ、一歩、一歩、こうね、生きていってるわけなんです。 えー、いろいろなことがあったりしてますね。あの、芸能人の方でも、自殺される方もいらっしゃったりとか、うん、ね、いろいろある中で、まあ、あなたの一歩ラジオっていうのは、一歩進んでいただきたいと。あなたの一歩と。で、今がダメだっていうんじゃなくて、えー、っと、今の自分のね、自己肯定感、自己重要感をしっかりね、これ認めつつ、そして一歩進んでいったら、やっぱ何かね、見えてきます。 あの、先日あの、テントでインドに行きました。洪水で結果延期になりましたけど、インドに行って、あの、行ったので、インドに行ったので、まあ他の国どこでも行けるな、みたいな。今さすがにイスラエルとかガザ地区とか、ロシアとかウクライナはちょっと行きたくないですよ、戦争があるから。行きたくないですけど、けどね、えー、けどどっかに行くとかっていうことに関しては、あのー、行きたいなってやっぱり思いますし、うん、なんか一歩踏み出すことを、 僕だけじゃなくて皆さんね、えー、皆さんが実際プラスになっていったら嬉しいなってすごく思っております。えー、そんなことをね、えー、考えて、あのー、まあ今日皆さんに僕の心境であったりとか、あのー、まあ A ちゃんの歌聞いていただいたりとか、一歩踏み出していただくとか、一歩前とかね、そんなことをね、お伝えさせていただきたいなと思って、まあ今日はゲストさんお呼びじゃなくてですね、伊達ちゃんのコーナーとっていうことで、 させていただきました。えー、っと、まあ、そんな感じで、あの、今日はね、終わろうと思いますけど、何か皆さんの、こう、一歩にね、えー、っと、なればね、いいかなと思っております。えー、っと、最後に、僕が、あの、大好きな、尾崎の、えー、っと、歌、クッキーって、 歌、こバースどっちにしようかな。クッキーにしましょう。え僕が尾崎とね、会話した歌、クッキーっていう歌を聴いていただいて、今日は終わろうと思います。えっ、ー、と、皆さん、今日も、えー、と1時間ラジオ、1本ラジオを聴いていただきまして、ありがとうございました。また来週からですね、ゲストさんに戻っていこうと思います。 えっと、またいろんな方、実際いらっしゃいますので、またこの時間で、えっ、ー、と、日曜日の19時から、えっ、ー、と、お聞きしていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。最後、尾崎豊さんのクッキー。ヘイオイ m の愛しい人よ。で、始まります。では、また、皆さん、また来週。バイバーイ。